行くな行くな超えるな。悪夢のような現実がそこには待っていました。暗黒時代の横浜ベイスターズの思い出、まともに勝てる先発がバンテフしかおらんかった。牧が3打点あげても3で負ける。打撃のチームと言われるが数人が突出してるだけで言うほど打線は良くない。毎回5回すら投げ切れずノックアウトされるのに下に投げられる先発いないからと山本翔吾がローテに入り続ける。やる親の左右両相手先発、右なら古木、左なら内川でどっちも使い物にならなかったんだ。丸。打撃が良いやつ指名してるだけやからな。守備走塁はゴロゴロや。そんな三浦って信用できたっけ？イニング自体は食ってくれてる気はするけど勝てるって気はした覚えないな。三浦のせいとも言えないけど。2003年の守備崩壊スタメン、これが暗黒の極みかな。監督大ちゃんだったから楽しかったけど、わははは。亀木潤だと数年連続断トツ最下位独走してないから暗黒ではない。中日は強かった時期があって光を知ってる。運送体的に闇が濃いんや。三浦は暗黒期なの272勝してるからな。3000イニングもしとるし、まあすごいわ。クワトロケイとかも暗黒か。いや暗黒やらな。こんな名称つけとる時点で。ナスマと高崎健太郎とか個性的なピッチャーがいて好きだったわ。8月は月間勝率3割前半の当たり前選手の疲弊以前に最下位確定してやる気ないから。昔は谷繁とか相川とか良い星輩出したのに最近は出てこないよな。戦力、打者、お見る限り広島より上やろ。からの怒涛の最下位独走、1位と5位と5位と6位の差が大体同じくらいの印象。野口、細山、ダニーヌマの旦那豪華ホスカルテット、中畑矢印、ラミちゃんで弱くても明るい丸は、母はワカラーになったのは革命的だった。負けても楽しめる球団爆誕。高宮とかいうルーキーイヤーから札に使われた挙句ミス差し野郎の引用までいただいてしまった。ちょっとかわいそうなやつ。暗黒抜けそうかなってなったのは2014後半くらいからやとは思う。あの当たり先発揃ってて打線も悪くなかったし。 TBS は素人運営な上に選手がちょいちょい内下馬に巻き込まれてたみたいやしな。ナスのウォークの件で相川怒らせたりしてたし。抑え山口、ショート石川に固執してた体勢に弱さの原因凝縮されてる。投手はひどかったみたいな風潮あるしたらしいけど、野手陣も援護と守備相当ひどかったからな。今じゃ考えられないぐらいあの環境で勝てる先発なんていないわ。そういう意味では伊能はキャリアの前半の不遇を今の不労所得で取り戻してても腹立たない。明らかに相手チームに舐められてるなという采配を感じたのが広島の無限と巨人でダブルスチールとか平気でやってきた。下園の矢印、選球眼がいい高崎、加賀矢印、未来のエース牛田、藤江、大原、篠原、真田矢印、盤石のリリーフ陣。村田が試合中監督室の椅子座ってテレビで試合見てたとかさすがに嘘やろ。ルーキーの加賀が防御率3点台で3勝12敗くらいあった。また関東に至らなくても先発投手8球数100球に達するか、投球回数が7回前後になるまでは投球内容に変わらず続投させていた。これらについて牛島は多少時間がかかってもエースピッチャーを育てるべきという考えをとっている。 Y はこの早けど、そもそも簡単に100球いくやつらばっかよな。正直82は暗黒に失礼なくらい、もっと闇の深いなんかやで。96回したヤクルトも初年度楽天も次の年には借金20以上減らしてる中で5年続けて同じ勝率って絶対おかしいわ。阪神暗黒時代よりもシャレにならん。敗戦処理メインながら下についでまともな中継ぎだった矢太郎に、連邦提示からの矢太郎切れて保留にした上で2回目の提示でサインするも、チームの意識が低すぎると球団批判フロントが消えて速攻で矢太郎をトレードで追い出すも連れてきたのが沼車。寺原をオリックスにトレードして即2人、代わりに来た山本は全然戦力にならなかった。 TBS 時代ハマスタで働いてたおっさんやけど、あの頃はオーナーサイドの関係者がモデルやらなんやら連れてきて、選手も夜遊びにうつつ抜かしとったからな。そら勝てんよな。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。